今日はですね、強い人、弱い人というテーマで話してくれっていうことなんですけどもね。よく昔ね、三島由紀夫さんや川端康成さんにね、本当に君は強いねっていうよく言われたんですよね。っていうのはね、三島さんがね、ノーベル賞の文学賞のね、候補に上がってたんですね。で、そして川端さんの名前も上がってたんですよ。三島さんはね、それとても欲しがってらしてたのね。で、そして川端さんになりましたでしょ。で、それで漏れ聞くところにいると、そのなぜ落ちたか、選に漏れたかっていうと、文学的やいろんな意味では、三島さんの方は有力だったんだけど、右翼的な言動とかね、立ての会を作ったりとか、その思想的にね、右寄りで、よろしくないっていうことで、ノーベル文学賞が、川端さんの方に行っちゃって、川端さんはほら、平和の美しいものばっかり書いてらっしゃるから。だから、そのノーベル賞にはふさわしいということで、川端さんに行っちゃって、落ちた。っていうことを私はよそから聞いてたんですよね。で、三島さんとご飯食べた時にね、やっぱりちょっとがっかりしてらしたのね。でも、三島さんは喜んで、川端さんとこの師匠だと思ってらしたから、お祝いにいらしてたんですよね。その時も本当に心から川端さんの受賞を喜んでらしたの。でもやっぱり本音のどこかではね、自分が欲しかったっていうふうに思ってらしたんでしょうね。ついそれ、食事中にね、ポロリとそうおっしゃったんですよ。ほんで、何ですか、こんなものって私言ったのね。だってね、ノーベル賞そのものがね、あれ爆弾作ってね、爆薬やダイナマイトを作って、で、人々を多く殺すんで、あれ、罪滅ぼしの賞ですよ、つって。私だったら突っかいてやりますよ、って。そう言ったんですよ。君は強いね。どうしてそんなに強いんだって言われましたけどね。半分女だからですよって答えたら笑ってらっしゃいましたよ。まあ、ね、そういうことでね。まあ、強い人間っていうのは欲がないっていう、無手勝でね。だから欲があるとどうしても弱みができますよ。よく詐欺に遭う人なんていうのは、弱みがあるから詐欺に遭うんでね。というのは欲があるから、じゃあもうちょっと株でもね、とにかく儲かるかもしれないとかね。ねえ、じゃあなんかメリットを、とにかく目の前に人参ぶら下げられると騙されるわけでしょ。ところが、何にも欲がないとね、欲しくないよって、いろんな勧誘があっても別にいりませんって言うから。で、突っ込みようがないから、これは強いですよね。私なんかはだから、強い人って言われるのは、もともとね、売るところが何もないんだって、これは儲けもんだって、っていうふうに思ってるからじゃないでしょうかね。さて、よくテレビもね、あっちこっちになるとね、猫ブームでね、猫だらけ。で、本当に近年猫ブームが続いておりますけれどもね、猫グッズなどがね、生み出す経済効果っていうのはなんと年間2兆3000億円ですって。ですから大変ですよね。アベノミクスならぬ、ネコノミクスでございますね。アベノミクスは失敗してて、ネコノミクスの方が大成功っていうのも、これも皮肉なものでございますね。で、私はね、私の母がね、母は2歳の時に亡くな、私は2歳の時に亡くなってますんで、人づてに聞いたんですけど、猫が大好きだったそうです。ですから母はもう、私は小さい頃はもういなかったんですけどね、猫がね、もうそこいら中集まってきちゃってね、私はもう追い払うのに大変だったんで、で、猫は好きじゃなかったんですね。で、気ままでしょ？で、自分の気が向いたように生きてる。で、それがね、何かこう可愛げがないんで好きじゃなかったんですけどね。でもそうでもないんですね。飼い方によるみたいですね、やっぱりね。
で、戦前からね、人は、まあ、猫が好きだったって言うけれども、で、武井さんイメージの、あの、絵でもね、黒船っていうタイトルのね、あの絵で、黒い猫を抱いてますでしょ。あの、浮世絵なんかでもね、猫の絵がありますし、で、今と違うのはね、どこ行っちゃったんだしようと思うんですけどね、まあ、影も形もいなくなったのが化け猫。昔ね、終戦後まではね、化け猫っていうのは鈴木澄子というね、化け猫女優っていう人がいましたね。これは小柄なね、ちょっと奥股の切れ上がった綺麗な女の人でしたけども、もう、その化け猫の映画っていうのがありましたね。で、大体、あの、お屋敷絡みなんですよね。で、それで主人の仇を撃つとかね。で、そういう忠義な化け猫だったりね。それで、あとね、入江貴子さんっていうね、まあ、昔、道場公家だった方でね、そして女優になったってんで、もう世間が大騒ぎになって、公家の娘がね、つまり女優、女優、女優って言ってたんですけど、女優ごときになるとはけしからんって。で、随分横槍が入ったらしいんですけど、とっても上品な美しい方でね、私もあのちょっとねお話しさせていただいたりなんかしたの何度もありましたけどもね、綺麗でしたよ。本当に鏑木清方の絵のようでしたよ。その方が今度はね、いろいろ大変だったらしいんですけどね、終戦後でしたが食べていくの大変で、それで結局最後はね、化け猫女優って言われてね、化け猫の映画にね主演して何本も撮って、これが大当たり撮ったんですね。ですからあの、鈴木澄子さんとかね、入江貴子さんは私化け猫ってふっと思い出すんですけどね。で、最近ね、でもあの子猫のうちは可愛いですよね。で、痩せた猫とかペルシャ猫とかいろんな猫がね、次から次テレビでもうのべつ下手なタレントよりも出てますでしょ。まあ、これは一時の流行りだらけはいいけれども、で、買い捨てでね、とにかくかわいそうな目に遭う猫がたくさんいるじゃありませんか。買うんだったらやっぱりね、死ぬまで可愛がってあげはないとかわいそうだと思う。命があるものですからね。あの、とにかく、まあ、その人々にね、かわいいかわいいと。可愛いというふうに慰めを与えてるわけだから、癒しを与えるという意味ではね、随分アベノミクスよりはるかに役に立ってると思いますよ。